皆さんこんにちは。今回は新たに実装された便利な機能を紹介していこうと思います。これすっちゃんさんが最新情報動画出してるの俺見たんですけど、ちょっとその便利機能を実際にいじったらどういう感じなのかっていうのをちょっと見ていこうかなって思うんですけど、メンテナンス情報とか紹介したすっちゃんさんの動画は動画説明欄とかに貼っておくので、よかったらそちらも見てもらえればと思います。でまず最初、ギルド検索でギルド名を入力することで検索できる機能の追加ってあるんですけど、これ見た時ああマジかと思って、左上メニュー右下イベント一覧で下の方行くとギルドカウンターへって緑のバナーがあるので押して OK をします。すると第一層の商業区のギルドカウンターの前に来るので、これ話しかけて、でギルドって一番上押します。で上から2番目ギルド検索って押すと、右にギルド名検索って出てたんですよ。今まではこの左の ID 検索しかできなくて、ギルドの ID をここに入れて検索するしかなかったんですよ。ギルド ID っていうのはギルドに入ってると、こう左上メニュー開いて下から2番目コミュニティ、下から2番目ギルドを押して、でここにギルド ID っていうのがあるので、ここ押すとコピーしますかっていうのが出るので、あコピーしましたか出るので、これ押した後にまあペーストするとこの番号が貼れるっていう形なんですよ。でもう一回このギルドカウンターの話しかけて、でこのコピーしたやつペーストを押すとこれ番号が入るんですけど、このギルド名検索って今までできなかったんですよ。ギルド名で検索するやつ、例えば俺が今入っているギルドのゆずこしょうって名前入れてこれ検索ボタン押すと、ちょっと検索に時間かかるんですけど、こうやって出るんですよね。で俺が以前お世話になった月夜の餅つきうさぎって名前検索するとこれ出るんですよね。これあれかな、ギルドの名前全部一致してないとダメなのかな。これ餅つきうさぎだけでちょっと検索してみますね。でそうするとどうなんだろう、あ出ますね。一部の文字が一致しててもこれ出るみたいですね。ってことはゆずこしょうはゆずこって入れたらどうなんだろう、これ検索で引っかかるのかな。あ引っかかりますね。機関車学校って入れると出ますね。機関車でも出ますね。で次、このスキルレコードの表示画面に最大まで強化した画像ステータスが表示される最大値ボタンを追加っていうのがあるんですけど、これもマジで便利なので、メニュー、ステータス、プレイヤー装備って進んで、どれかスキル自分の持ってるやつを押します。でこのアイコンをもう一回これ押します。ここのアイコンもう一回押すとこういうの出てきて、でここ最大値って書いてあるので押します。するとこの最大まで強化した時の能力値とか、あのステータススキルの能力値が表示されます。これはたまたま俺持ってるやつ、これ限界突破しきってレベル100なのでこれそのままなんですけど、例えばこういうスキルレベル80とか82のやつ、限界突破してないやつ、最大値これ最大いくつなんだろうなって見れるんですよね。限界突破最大までしたらどうなるか。だから前回限界突破おすすめスキルっていう動画出したんですけど、まあ、もしその限界突破したらどういう数値になるのかっていうのを見てから限界突破していけると思うので、この機能ほんとすごくいいと思います。でさっきメニュー、ステータス、プレイヤー装備って進んだと思うんですけど、メニュー、アイテム、スキルレコードって進んだ方が、あの装備負荷みたいな赤い文字でなんかイラストが見にくくなるとかないので、こっちの方が多分見やすいんじゃないかと思います。これなんか武器選んでってやると、例えばこの片手コンでこれ絞った時、この右上の絞りボタンあると思うんですけど、絞り込みボタンで片手コンって押して OK すると片手コンのスキルだけ出るんですけど、これ例えば片手直剣だけ装備してるときは、この片手コンのやつは使用負荷みたいなのが書いてあると思うんですけど、そういうの出なくて、まあイラストが見やすいと思うので、まあ、メニュー、アイテム、スキルレコード、こっちのが見やすいかと思います。これだけ見るんだったらね。あとやっぱなんといってもこれですね、未受注クエストに項目周回を追加ってやつですね。これがマジで一番嬉しいかな。この周回用のサブクエストに移動するっていうボタンがついたんですよ。メニュー、クエスト、未受注クエストってやって、でこの周回っていうところを押して、ここに今自分が受けてない初回クリア済みのサブクエストが表示されるんですよ。で例えばこの47層、これフロア47って書いてあるんですけど、47の2の思い出の丘、ここに移動したい時移動するって押して OK 押すと移動できるんですよ。47層に直で飛べるんですよ。これがめちゃくちゃ大きくて、でこのゲームのレベリングの基本ってこのサブクエストの周回なんですよ。でこれサブクエスト、例えばこの野暮なことは言わぬが花ってやつを1回クリアするだけで経験値が133万いくつかってもらえちゃうんで、レベリングする人はすごくいい機能ですね。でちょっと前のメンテナンスで
この受注クエストのやつ、今受注してるやつですね、これを例えばこの100個集めるってここ書いてあるじゃないですか。で100個集め切ったら、あとはサブクエストの案内に NPC、 あの今こういうのに話しかけたと思うんですけど、これ話しかけると達成になるんですよ、クエストが。でその例えばこの100個集めるだったら、100個集まりきった状態だと、ここにさっきの移動するっていうボタンができるんですよ。で達成してると移動できるんですけど、達成してないとこれ移動できないので、だから例えばこういう中途半端な数字、中途半端にしか進行してないやつはこの未受注クエストに表示されないので、もう50層のやつここにしかないんですけど、例えばこの受注クエストの今受けてるやつ、これ破棄するって押して OK をします。で破棄しましたって出るんですけど、そうするとこの未受注クエストのこの50層のところに、このファイトフォーグラファイトっていう今破棄したやつ、これが出てきて移動するボタンが出るので、でこれで移動する OK ってやると、さっきのところに、さっきのところじゃない、今破棄したやつのところに移動できるんで、こういう感じですね。でこの機能をうまく使えば各階層に自由に飛べるようになるので、移動がものすごく便利になったと思います。これがマジで便利。あとこれですね、転移先一覧のショートカットに第48層リンダースを追加ってあるんですけど、これは48層メインクエストを最後までクリアすると出るようになるんですけど、メニュー、アイテム、強化交換、生産って進んで、でこの例えば片手直剣だったら、このグシオンとかノクスグシオンとかフォルネウスとか、片手再建で言えばこのアークエンジェル、ノクスアークエンジェルとか、この装備可能レベルが101と121、141、161ってやつは、まあなんかインテグラル武器とか言われるやつなんですけど、なんちゃらインテグラル武器とか、これってその武具錬成っていうのをするのがすごい大変で、階層武具より。あと防具ですね、防具の方もこの明国なんちゃらってやつですね、この強力な防具、一番装備可能レベル高いやつがこのゲームで一番強い防具で、でさっきのなんちゃらインテグラル武器も一番装備可能レベルが高いやつが一番このゲームで強いやつなんですけど、まあ、明国防具はメニュー右下イベント一覧でどこかにカオス透滅戦っていうのがあるんで、これ押して OK をします。すると国鉄級のカオス透滅戦の NPC の前に来るので、これで周回する感じで、これめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、こういうのを倒して作る強力な武具は48層のリズベット武具店でしか、あの武具錬成できないんですよ、あまりに強力なので。ですがこの転移比、こう転移クリスタルあると思うんですけど、これ話しかけてこの右の方にリンダース転移比前っていうのがあるので押して OK をします。するとすぐにこのリンダースに飛ぶことができるんですよ。まあ武具錬成については、武具錬成について説明した動画があるので、それ動画説明欄とかに貼っておきます。でこれなんといっても一番便利なのが、このイベント一覧にリズベット武具店のバナーを追加ってやつですね。左上メニュー右下イベント一覧でこの黄色のリズベット武具店へっていうのが追加されたんですよ。これ OK を押すと48層に飛ぶんじゃなくて、直でこのリズベットの前に飛ぶことができるんで、これがめちゃくちゃ便利です。以上で新たに追加された便利機能の紹介を終わりにします。あ、これなんか俺ツイートしてたら、これタワーを削除しました。あのメニュークエスト受注クエストってやると、ここになんか受注クエスト、未受注クエストかな、ここタワーっていうのがあったんですよ。昔タワークエストっていうのがあったらしくて、なんかでちょっとこれ笑っちゃいましたね。あ、消すんだと思ってやっぱ一番便利なのはこれですよね。この未受注クエストに項目周回を追加で、あの移動するボタンがついたってやつ、これが一番ほんと便利だなって感じました。以上で動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。じゃあまたね。